森林館は林業、林学の専門知識を持つ森林技術者としてもっぱら国有林などの管理にあたる公務員。ダルムシュタットのハルティヒ記念碑に彫刻された森林に関わる職業を表すインシグニア。カルード、モリバンを描いた16世紀の規範が。ドイツにおける森林館はホレスターと称され、総合大学出身で各地の組織の間で移動を。 重ねる上級森林館と林業単価専門大学出身で移動せずに長期間にわたり一つの森林区を担当する区画森林館ないし中級森林館がいる。森林館の仕事やドイツ語のフォスターという名称はもともと狩猟や森林の管理に関わる仕事として18世紀に初めて登場したものである。初期にはアイヘンリンダーという職名であったが、 これは、植栽された多くは、その後も手入れされ、束ねられ、枝打ちされる必要がある。ことに由来している。森林に関する業務を扱う公務員の名称の展開を遡ると、例えば、プロイセン王国にたどり着く。18世紀前半、こうした業務にあたる王国の役人たちは、ハイデベルター、ハイデロイファー、ハイデライターなどと称されていた。 彼らが常駐する施設は、ハイデハウスとか、ハイデライテライと称された。1727年には、ハイデロイファーが登場し、1740年には、ゲーエンダーホレスター、1742年には、ウンターホレウターが用いられ、同様の表現は、ハイデライターについても用いられるようになった。1736年にハイデライターとして、言及されていた役職は、 1740年にはライテンダーフォレスターとなり、1745年以降はオーバーフレスターとなった。1960年代までは森林館はフォルストハウスと呼ばれる宿舎に住み込むことが一般的であった。その後は現在に至るまで住み込む森林館は減少し続けており、フォルストハウスは過去のものとなりつつある。かつてのフォルストハウスは 民間の事業者に払い下げられてガストハウスに転用される例も多い。しかし依然として伝統的なフォルストハウスに住み込んでいる森林館も多数いる。森林館の仕事は長らく男性だけが従事するものであった。しかし近年では女性も増えてきている。ガールズデーなどの取り組みを通じて若い女性たちにこの仕事への関心を持ってもらうことが 試みられている。スイスでは、ファーステバートと称される、森林館となるためには、まず18ヶ月に及ぶ、徒弟修行として、職業訓練を受け、基礎知識と、適正検査の試験に合格することが必須となっている。その後、さらに2年間の研修を、ベルンシューリスト・グラウビュンデン州マイエンフェルトにある、森林職業センターで受ける。アメリカ合衆国においては、 林業技術者の給料の中央値は2008年の時点で53,750ドルであった。学士を持たずに就業した場合、給料は相当に低い水準となる。修士号の保持者は平均的水準に近い給料を得ている。高等教育アクレディテーション協議会はアメリカ合衆国林業技術者協会を学士家庭、修士家庭を含む。 専門的林業教育の学位課程に関する主要な認定機関としている。通常は学士が最低必要な学歴とみなされているが、中には大学教育を経ずに実務経験を踏まえて林業技術者の仕事についている者も,もいる。一部の州では林業技術者に免許制度を設けており、またほとんどの州では4年間以上の専門教育を受けていることが求められている。 林業技術者は一般的に民間企業のほか連邦政府内市州政府の土地管理部門や基礎自治体の公務員として雇用されることがある。日本における森林館は林野町の出先機関である各地の森林事務所において国有林の管理にあたる責任的地位の公務員である。管轄する国有林における植林や伐採、林道関係などの管理事業の監督、 検査にあたるほか、各種の調査や、森林パトロールも担い、さらに特別司法警察職員としての業務も行う。林野町内市森林管理局に公務員として採用され、一定の経験を積んだ上で、森林館に任用され、森林事務所の責任者となる。森林館が一人しかいない、森林事務所も多い。ありがとうございます。